平和条約交渉、1956年日ソ共同宣言をもとにロシア大統領表明というニュースと、信頼できるは自衛隊がトップ、日経新聞の世論調査というね、日本立てで深入り参りましょう。これですよね、中村さん、票を出していただけるんですよね、今のこの数字ね。いや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 、ね、いや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 ね本当に、まあ、苦笑いが歴然と明らかになりましたね。あの情勢は全然違うようで、ちょっとだけ似てるところがあるのは、これね、例えばその昔ですよ、その満州事変からあのずっと、まあ、今でいう日中戦争にこう突入していく時の経緯としてね、あの当時日本の国民は軍部を支持してましたよね、はい、それ政治がだらしがないから、はいはい、要するにそのあの時よく言われてたのは、あの、まあ、随分その大陸でね、日本人が、あのやられてたわけじゃないですか、はい、でその防止徴用っていうんでしたっけ、要するにその、あのまあ、言ってみればシナ人をそのこう懲らしめようと、防止幼鳥ですね、防止幼鳥、ごめんなさい、防止幼鳥ね、防止幼鳥ということで、はい、こうみんな盛り上がってましたよね、でそれはなんでかっていうと、やられるからでしょ、日本人が、まあ、例えば通襲事件のようなね、いろんなことをさ、ね、まあまあ、されるし、その暴行を振るわれたりしてて、そのことに対して、要するに政治はあの時我慢しろだったんですよね、もう何がなくても日誌有効だと、まあ、典型的な例が秀原喜十郎ですよね、だからその秀原喜十郎の言ったのは、もう日本人は我慢しろなんですよね、でそれに我慢しきれなくなって、要するに陸軍に対してこう訴えるという、はい、陸軍の方が頼りになると、こういうことですよね、政党政治家じゃもう、そうそう、でその当時の陸軍と今の自衛隊は全然違うけれども、はい、でもこうなってきちゃうんですよ、やっぱり。政治家がああいう体たらくだと、大半ね、で自衛隊は今はその昔の軍とは違うけれども、やっぱり何か本当に困った時に、はい、要するにまあ災害、大災害なんか起きた時に自衛隊しか頼れないですもん、私たちね、いざという時に、であるにもかかわらず自衛隊が今でもまだすごく制限のある状態 で学者によってはね、まだ違憲だなんていうようなことを言う人もいるという状態のままでいいんですかっていうことですよ ね、まあ、ねこの自衛隊が信頼できるのは大いに素晴らしいことなんですけども、信頼できないの国会議員って、これ民衆主義を実施している日本としてはこれ自己否定ですよね、あの全くあのこれおかしなことなんですよね、多分どんな選挙やっても多分似たような、国会議員不信っていうふうに言われる、でもこれってもう明らかで野党が腐ってるからじゃないですか、ひどすぎますからね、だからあの安倍自民党にとってですね、最も恵まれなかったのは野党に恵まれなかったのでね、ちゃんと議論できる相手じゃないし、むしろ野党が正しいことを言って、分かった、じゃあちょっとこういうふうに変えるわっていうことだってありうるわけですから、だからまあちょっと日本の政治不信というのはもうね、民主主義をする意味が問われるレベルだと思いますよ、まあ、そうですね、何のための民主主義なんです、でみんな嫌だって言うんだったらちゃんと信頼できる人を選べばよかったわけですから、ということはあの、今のね、日本人、まあ、日本社会ではどんな選挙をやって、どんな立候補者がいて、ちゃんと厳正な投票をして選んだとしても、結局この政治不信というのは残り続ける、だから民主主義というものをどういうふうにしたら、あの人を幸せにするものに、機能させられるのか、これを考えないと、そうですね、公職選挙法あります、投票で決めます、これによってじゃあ民主主義があるから、民主主義さえ実行していればみんなが幸せになるとは限らないんで、そこの視点がですね、もう完全に欠落していると思います、ちょっと日本のね、この もしかしたら一番大きい問題かもしれない闇ですね、これはね、そうですね、そうですね、本当にだからここにもう極まりますよね、またマスコミが2番目ってまたね、なんとも言えませんね、ありありとね、本当に歴然と ね出ましたね、だからこうやってね、マスコミが信頼できないっていうのも、まあ、例えばこの虎ノ門ニュースとかあって、まあ、そのいわゆる地上波としてのこの変な縛りのない自由な発言ができるインターネット空間があってこそ、初めてマスコミの異様さというのがあぶり出されてきてるわけですよ、そうですね、ちょっと自由すぎるかもしれませんけど
や言論には、ね、あの制限はないんです、はい、何を言ってもいいんですよ。そうですよね、はい、まあ、田原総一郎さんがね、そういうことをおっしゃってて、言論にはタブーあっちゃいかんとおっしゃってますけど、本当その通りです。だから変な言論を吐いた人は自然と干されるわけですからね、信頼を失うわけですから、全て自分にね返ってくることですからね。言論にはタブーはない、あっちゃいけないんです。それでね、ちょっと一つ私、あの訂正したいんですけど、さっきあの韓国はとんでもないことになってますよって言ってなた中で、あの大統領府のその秘書室長ナンバー2ですね、はいはい、あのイム・ジョンスクという人ですけれども、この人はですね、今年に入ってから 1月を超えてからですね、一応辞めたんです。ほうほう、辞めたんですけど、辞めたと言っても交代した、はい、交代して、その後あのイ・ヨンミンというですね、中国大使をしてた人が、この秘書室長の後任になることにはなりましたけれども、しかし、この要するにこの人事の発表ですね、はい、これは、この退任するはずの任という人が行ってるんですよ。でこの新北派であるこの任氏っていうのが、やっぱりその保守派からはかなり攻撃の対象になっていたんですけれども、まあ、しかしこの、今の自分の後任の起用も ね要するにこの旧来の側近、この人たちによる、まあ、そのアレンジであるということがあるわけですね。ですから、その一応、まあ、うるさいから、保守派がうるさいから秘書室長は退くにしても、もう隠然と大統領を支配し続けるということに変わりはないんですね。一応その公職は退いて別の人を立てたと、こういうことになりますけれども、なんかパククネさんの時のチェ・スンシル被告みたいなね、あんまり変わらないかもしれませんね。大して変わらない気がね、構造的にしますよね。でも日本の鳩山政権の時だってあれでしょ、結構その公安がマークしてた人たちがバンバン首相官邸に出入りしてましたからね。だってあの枝野自体がもう公安のマーク対象ですからね。だってあの角丸とかああいうところの弁護士してたんですから、まあ、そのああいう団体からの政治献金もね、あんなの表に出られる地上班でね、映していい人じゃないんですよ、本来は。本来はあと例のあのほらなんだっけ、関西ナマコ、あれについてそのなんか政府が弾圧、日本政府が弾圧してるって言って、韓国の労組がね、日本大使館に文書持ち込んだりしてるらしいですね。あ、自然と関係がそういう形であぶり出されるっていうのは、ですからもうね、ロシアとの、ね、平和条約は私はある程度早く締結した方がいいと思います。朝鮮半島に対する備えの一つとしても、中国のみならずということですよね、ありがとうございました。